食べたい。確かにあの味は忘れられない。ということで今日は忘れられないあのワッフルを食べに行きます。ここのお店は大宮駅の改札出てすぐ1階にある。初めての出会いは撮影の帰りに甘い香りに釣られて一目で心を奪われたのがきっかけ。正直ワッフルなんておしゃれなものとは一生縁がないと思ってたから、この出会いは自分でもびっくり。焼きリンゴ一つとプレーン一つ。いつ見ても美しいこの佇まい。久しぶりの再会に興奮。同窓会でずっと好きだった子に会えた時みたいな感じ。店内は僕以外全員女子。恥ずかしい。熱くなった体をキンキンのオレンジジュースで落ち着かせたら、お待たせ、待ち焦がれたひととき。ぶっ飛び幸せ。食べてみるともちもちの生地に外はカリ、中にはまさかのリンゴも確認でき、僕はリンゴの方が好みでした。ワッフルちゃん最高。